米人気女子体操選手が、ファンから希望された奇妙なおねだりを明かし、話題となっている。画像、魅惑写真多数のオリビア団のインスタグラム米ルイジアナ州立大の体操選手。オリビア団は華やかな容姿を生かし、モデルやインフルエンサーとしても活躍。インスグラムと TikTok を合わせ1400万人ものフォロワーを誇っている。イギリスメディアデイリーメールによると、 ポッドキャスト番組で SNS 上でファンからリクエストされた不思議な要求について明かした。ダンは私のコメント欄に長い間あったこと知ってる。みんなが私のお風呂の水を求めてきたの。私の人生はどうなってしまったのか。彼らはお湯を欲しがっている。あれは忘れられないクレイジーな出来事だった。それをジョークとして流したけれどと強烈な要求を振り返った。 インフルエンサーとしての活動にばかり注目されるが、パリ五輪出場は逃したものの体操選手として真剣に活動。ダンは自分の成功が容姿のせいだけだと信じている人にも困っているという。私が一番イライラすることの一つは彼女は持っているもののどれにも値しないとか、体操は本当のスポーツじゃないとか、そういうことを言う人がいることと不満げに明かしたダン。 米スポーツ界で注目の人物であることは間違いない。